このパスタの茹で汁に使う、ね、なんかデミグラスソースが入ってるような感じの味噌を入れるっていうのが味噌です。たいめいけん3代目、もてぎです。今日は人参の調味料を使ってだしが決め手のダブルミートソースパゲッティを作っていきたいと思います。なんと茹で汁にだしを使うのが今日のポイントです。ミートソースといえばもうひき肉ですね。今日は合いびき使います。で玉ねぎです。で和風なんでね、今日は椎茸使います。竹椎ですね。はい、椎茸使います。ちょっとニンニクをねちょっと使います。あとは、調味料、もうケチャップ、中濃だし、やっぱり日本酒よりやっぱり赤ワインあればトマト、お味噌、あとはもうパスタですね。今日は普通のスパゲッティーネじゃなくて今日リングイネをちょっと使っていきたいと思います。では早速作っていきたいと思います。じゃあ玉ねぎをね切っていきたいと思います。玉ねぎはねみじん切りですね。細かく切っていきます。もうあっという間にみじん切りができました。ニンニクもみじん切りです。もう細かく切ります。で椎茸スライスします。これはあのミートソースの具材です。はい、あとはもうトマト、ちょっとトマトはもう5ミリ角に切っていきます。全部黒いです。あの料理人のコックコードも黒いです。ただ僕がコックコートが黒くないわけはあれなんですよ。僕がまで黒くなっちゃうとあのコックコート、あの顔が分からなくなっちゃうんで、はいはい、そう同化するんで、あのあえて白く、はい、これトマトね最後にミートソースの出来上がりの時に入れるんで、これね細かく切った方がいいですね。もうこれで切るの終わりです。あとはもう炒めていくだけです。そしてですね、この香る味だし、カツオですね、これを使います。破いて、これ半分はこのパスタの茹で汁に使う。そしてこちらはひき肉に混ぜます。はい、で沸騰してます。入れます。はい、そしてパスタ入れます。で残念、ここで味染み込みますから。だいたい塩は1リッターに対して 10g なんで、その代わりのものなんで結構味が染み込んで美味しくなります。でこのひき肉にだしをちょっと入れましたけど、ちょっと練りますね。ちょっと染み込ませて、でこの後炒めていきます。オリーブオイル入れます。そしてニンニク入れます。で焦げないように炒めてちょっと香り出していきます。普段は洋風だとこのウスターケチャップにひき肉にホールトマトで出来上がりです。でも今回そこに味噌を入れるっていうのが味噌です。はい、で玉ねぎ入れます。いい香りしますでしょ。でひき肉入れます。で椎茸入れて、今中火ぐらいですね。もうほんでそこに赤ワイン入れて香りを出してもらいたいです。あとはもう白だし入れたり、ケチャップ、中濃、まあ、なければとんかつソースとかもちょっと甘めのソースを入れて、今回の目玉の味噌ですね。普通のもう合わせ味噌でいいですよ。もうお味噌汁で使ってる、もう白味噌でも、赤味噌だとねちょっと合わないかなっていう、酸味がちょっと強い普通の合わせ味噌で、でこのままもう溶けちゃいますんで、そうするとね濃度がしっかりついて本当にミートソースになるんですよ。ほら、ね、なんかデミグラスソースが入ってるような感じの、うん、これでも十分美味しいんですけど、ちょっとさっぱりさせたい方はちょっとトマト入れてもらって、もうこれでもうソースは完成ですね。でもうパスタももう茹で上がりました。もう出汁が効いてます。そしてもう一個フライパン出すのご家庭だと大変なんで混ぜちゃいましょうか。もうかけちゃって、ここで絡めちゃった方が、ちょっとまあ気分的に塩と胡椒、これでもう、ちょっとオリーブオイルかけて、でだしの決め手の和風ミートソーススパゲッティの出来上がりでございます。
茹で汁を 360cc 取って、まあ椎茸とか、まあ、エリンギでも何でもいいんですけど入れて、生姜のすりおろしを、すりおろしたのを直接もう茹で汁に入れて、とろみつけて塩コショウしてごま油最後に乗っけて浅漬け振って、もう出汁が入ってるんで、すごい美味しいです。絶対美味しいです。うん、これはね、はい、本当に美味しい、美味しいです。美味しいしかない。これね、普通にレストランで出てくるものと同じくらい美味しいですから。あと鶏肉入れて、ささみ入れて、いろいろアレンジ効くんで、もうぜひ作ってもらいたいですね。うん。